韓国で今日午後、旅客機のドアが飛行中に開くというトラブルがありました。ドアを開けようとしたとして警察が男一人の身柄を確保しています。アシアナ航空などによりますと、トラブルがあったのはチェジュ島から韓国南東部のテグへ向かっていたエアバス321型機です。午後1時前、テグ空港に着陸する直前、上空200メートルを飛行中に乗客の席近くにある非常扉が開いたということです。機体はそのまま着陸し、乗客乗員194人に怪我はありませんでした。ただ乗客12人が呼吸困難を訴えて病院に搬送されました。警察はドアを開けようとしたとして30代の男1人の身柄を確保し、航空保安法違反の疑いで調べています。